ばんは。こんばんは、今日も天使ありがとうございます。やっほー。こんばんは。髪型かわいい、ありがとうございます。そう、髪型、そう、今日は一つ三つ編み やっほー、こんばんは、こんばんはこんばんは、こんばんはそう、今日はとバレンタインデーがもう少しでバレンタインなので、あのバレンタインチョコを作りたいと思いますイエーイ、バレンタインチョコ作り、イエーイ、作ります。エプロンかわいい、ありがとうございます。そう、でもなんか結構ノープランというか、まだちょっと作り方を把握してないのでそう、ちょっと頑張る、頑張りたい、頑張る頑張りまっする、うん、そう、今日はね、そうなんですよ。今年はあれ、メンバーみんなにちょっとあげようと思ってあげるので、そうそう、だからあんまり凝ったのは作れないので、そうだから、あの なんだろう、普通のやつでも、でもね、まあ後で後で説明しますね。どんなチョコ作るの？そう、でもまあ普通の、至って普通のチョコなんですけどね。今日誕生日はおめでとうございます。クッキーじゃないですよ。そう、クッキーも考えたんですけど、そう、でもクッキーめっちゃ下手なんですよね、クッキー作るの。今日誕生日、おめでとう。生チョコ、そう、生チョコを中に入れる、生チョコを中に入れて、あの、そう、あの棒です、棒でやる。おいしそう。そう、ヨキコに勉強してるとこしてるって、たまに。あんちゃん料理上手でしょ。料理上手、料理上手ですよ料理上手ですよ。なんか多分家庭はすごい危ないですよ。でもね、結果的には成功するんですよ。そう、じゃあ今日ちょっとね、とりあえず作っていきます。そうですね、ちょっと作っていきますね2時間でできそうかな。2時間で、で、うん、多分できると思う。まあ終わり次第終わります作れる次第、作った次第終わりますね。でもね、乾かすというか固める時間もあるじゃないですか。だからちょっともう早速作りますね。もう多分固める時間が多分何分ぐらいだろう、30分ぐらいかかる気がするんですよね。どうだろう。正直ちょっと早く作ります。そう、そっか、かわいいですか、ピンク。あ、じゃあちょっと作りますね。ちょっとで、ね、ちょっとこれを、危なっ危なっ、うわ
また生活感、やだ、また生活感見えるのはちょっと嫌ですね。こんばんは。あ、いい感じ、いい感じ。じゃあちょっと手洗います。手洗います。ちょっと手、まずね、手洗いから始めよう。手で、なんだっけ、そう、作り方はね、あれなんですよ、自分、自己流でいきます。とりあえずボールの中に、棒、どうしよう、棒、どうしよう、棒、あ、じゃあまずチョコ、ブラックチョコの中にホワイトチョコ入れるやつ作りますね。チョコを入れるボウルの中に、まずホワイトチョコです。ホワイト、あ、でこれをまずレシピあるのかな？レシピないです。レシピはね、自己流でいきます。そう、レシピがね、ないんですよね。そう、レシピがね、そう、ないの。自己流です。で、ホワイトチョコ入れたら、ホワイトチョコ入れたら、あ、黒いチョコも、黒いチョコ、めっちゃホワイトチョコある。それで、どうしよう、黒いチョコが。こんばんは。これ割ります。迷いながら作ってます。そう、ちょっとね、いろいろ迷いながら作ってます。ちょっといろいろ、ノープランホワイ、バレンタインチョコ作りです。もう一個はホワイトチョコ使おう。なんかこれだけ足りるけど、ちょっといっぱいある。あ、ありがとう、大丈夫か。じゃそう、細かくしないと、溶けないんで。そうそう、溶けないから。you
どん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 割って入れます。神戸のチョコ美味しかった。そう、この前瀬戸バイク公園で神戸のチョコ食べたんですけど、めっちゃ美味しかったですよ。そこはちょっとあの、そう、それに比べたらまあちょっと落ちるんですけど、で湯煎します。湯煎入りました湯煎します。湯煎、ですね、このホワイトチョコを、いや違うな、生クリームを温めます生クリームちょっとこちら温めますね。CC レモンも飲みますね。ちょっと生クリームを温めます。どのくらいだろう、生クリームどのくらい、どのくらいですかね、生クリームどのくらいだろう、ちょっとわかんないな。でも、あ、いや、まだそう、ここにもうちょっとだ。これをあの沸騰する直前まで温めます。それで今これ生クリームを温めてる間にこれを溶かす。そう、効率手際、お湯が冷めちゃう。確かに、あ、入れとけばよかったんじゃん、こうやって最初から。ちょっと2台持ちで湯煎で、ちょっと CC レモン飲むっていうちょっと CC レモン飲むっていうねチョコ溶かします。うまくいくかな、うまくいくよ。そう、あの生クリームを、あの こっちは普通のチョコで、こっちそのホワイトチョコの方に生クリームを入れるんですよ。待って、これもう一個いるじゃん。ホワイトチョコの方にクリームを入れます。で、ホワイト生チョコを作ります。で、あのこっちのプランとしては、あのこの型にあのホワイトチョコを、あ、違う普通のチョコを入れて、でその普通のチョコの中に、この普通のチョコ、ちょっといろいろね、昨日ね、いろいろ研究して、あ、どうだ、生チョコ、生クリーム大丈夫か。そう、いろいろ研究して分かったのが、その普通のチョコだけだとめっちゃ硬いんですよ。普通にチョコを溶かした、あ、冷やすと硬いから、このチョコの中にこのホワイトの生チョコを入れて固めるっていうやつです。そう、していろいろ、なるほど、そう、こっちのね
プランとしてはそう、そういうことそういうこと、そう、柔らかさを昨日研究した。で肩めっちゃ可愛いんですよ、このハート、ハートの肩と、あとこの動物の肩があるそう、ハートの肩と動物、溶けた生クリーム、あ、やばい、生クリームもう大丈夫かな、生クリームもう、いやまだか、まだ沸騰直前じゃないわ、そう、まだちょっとこれも焦げ切ってないんで、熱っ、生クリーム、そう、そういう感じ。よし、ちょこ飛び切った、よし、ちょこ飛び切った、ちょっとチョコ湯煎から離脱、そう、ちょっと タオルがないんで、ちょっとキッチンブック、あー、生クリーム、多分大丈夫、生クリーム、生クリームあれできました、沸騰直前まで温めることができました、そう、順調生クリームは温め終わった、あ、つく、よいしょ、で、この温め終わった生クリームをこの中に入れる、このホワイトチョコの中に、で、ホワイト生チョコにします、取った、これがどんくらい、多いかな、どんくらいの気がする、こんなもんでいいか、できました、なんかチーズみたいなんかあのチーズみたいになったけど、あのホワイト生チョコ完成、あ、え、結構いい感じな気がする、でもそう、これがないとあのめっちゃ硬いんですよ、めっちゃ、そう、めっちゃ硬いの、そう、硬いから、そうなんです、いい感じですいい感じ、おきちゃんよりはるかに上手、嬉しい、そう、できました、めっちゃチーズみたいだけど、ホワイト生チョコのやつで、これが普通のチョコ、これを今から型に流す、あ、これを、そう、型に流します、そう、あの半分、この半分があの普通のチョコの中にホワイト生チョコを入れるやつと、で、
こっち半分があの普通のホワイトチョコの中に生チョコ入れるやつっていうやつで、ね、ここが結構難しいんですよ。ここが結構なんだこの入れる行為が。考えてるね。そう考えてる。そう あとそうこの棒あ違う、まずあのここあの動物の顔を描く動物の顔を描くんで、あのこれですね、あのチョコペンですね。チョコペンであのまずこの柄を最初に描いておきます。中に入れるって難しそう。そう、まだやったことないんですよね。だから成功するかどうか。適当にとりあえず。3、4、8、3パ、3パなんだっけ3パ26、8、8、3、3パ、これでこれ3つ、これ見えるかな、これ3つやってもまだみんな分作れないんですよね。あ、3パ24か。やばい、ちょバカになってきてる。とりあえず動物の顔ペンで描きますとりあえず動物の顔を顔ペンで描きます。どうしようかな。まず猿さんから目を、あー今のでもう固まっちゃった。はや、もうやだな、チョコペン嫌い、すぐ固まる。じゃあちょっと STU カラーの水色にしよう。そう固まっちゃった、もう今の時間早く、これ時間勝負じゃん。あ、待ってめっちゃ出過ぎた、キモい、目が水色だ目が水色。じゃあひよこは口を水色にしよう。待ってむず、これむずい、これむずい。むずいですね。これもう結構器用じゃないとむずいです。器用じゃないとむずい。うさちゃんは耳を水色にします。これほっぺにしよう。かわいい。最初のサルさんしくったな。豚ちゃんどうしよう。かわいい。おお、いい感じ。あ、パンダじゃ。パンダ口にしよう。パンダは口を水色。あ、結構器用かもしれない自分。結構ここで器用発揮しちゃってる。あ、猫はひげを水色にします。ひげむず。あ、いい感じ。見てください。見えますか？ほら、結構綺麗にできたと思う。
そう、水色の部分完成。次はじゃあピン。結構これめんどくさいな、これ全部書かなきゃ。どうしよう。まあいいか。次ピンク。あ、結構、あ、ピンクめっちゃ綺麗にできた。これピヨ。ピンクめっちゃ綺麗にできた。ほら、ピンクめっちゃ綺麗。これこうやって見たときに、そうなるんですよ。なんかあれ、やっぱお猿さんがちょっとしぶりましたね。最後ちょっとさっき固まっちゃったホワイト。そう、最近ちょっと英語を頑張ろうと思ってるんですよ。そう、なんかホワイト出ないんですけど、なんで。ワイド出にくいんだろう。でもこれ先端まで温まってないな。めっちゃホワイトだけどめっちゃ硬い。多分これですよね。あー、めっちゃ出た。めっちゃ出た。書いてる間にめっちゃ出たんですけど。ほら、ゾウさんの目がめっちゃ最初出ないかと思ってめっちゃ出しちゃった。しょうがない、しょうがない。めっちゃ出るじゃん。よし、オッケー。めっちゃ可愛い。夢川の色だ。夢川。夢川の色見てください。ちょっとゾウさんがもう、ゾウさんがちょっとあの目がちょっともう本当いい感じ。これずっと放置してるけど大丈夫かな。あとこれを1、2個作らなきゃ結構これは時間かかるな。
今何時？今何時？もう30分経ってる、30分経ってる、やばい。よし次、またまた動物、動物、動物やります。ピンク、急ぎますね。難しい。むずいな。これ変えよう、このチョコペンのお湯を一旦冷めたんで変えます。そう、これ冷めるとあの天才天才。よし、変えた変えた。よし。お湯がね、あのお湯があれなんですよね。お湯がね、お湯がね、あのストーブの上にあるんでね。ああーこぼれたこぼれたけど、まあ少々故障。マグカップギャルシオ、そうそう、これキティちゃんのね、ヒョウ柄。じゃあ次ホワイト。ちょっと机にお湯がこぼれたけど、まあ許して。でもいきなりこれ出るから怖いんですよね。一個一個ね、こう愛情込めて作ってるんでね。お腹空いてきた。オッケー。オッケー、ラスト水色。ラスト水色。ラスト水色や。やっぱこの上めっちゃこぼれる。あ、オーブン入れすぎた。こんばんは。
色。うだ、熱っ、これめっちゃ熱っ、熱い、熱い、熱くて汚染。しかも電子で、ね、最初熱い、めっちゃ熱いよ。あーもう大めっちゃ大胆な行動に出るっていうめっちゃやばいこれ先端出ないかと思って先端お湯につけたらやばいことになってしまった。お湯が入ったかもしれん。うわーめっちゃお湯が出た。ちょっと待って、あーダメだ、バカなことした。あ、めっちゃお湯出てくる、やばい、めっちゃお湯出てくる。しまった。でもわあパンパンだーパンだピヨ。あ、終わった、2箱目終わった、やった、2箱目チョコできました。2箱目チョコペン書き終わりました。ほら、いい感じ、こっちも夢かわにできました。最後、あ、そっか、黒使ってなかった。最後、ハート、どうしようかな、どうやって作る、熱い、お湯熱いの入れすぎましたね。ハート、熱い、熱いよ、熱い、熱いよ、暑い、めっちゃ暑い、あ、そうだ、やばい、バカなことした。あのこれこっち半分が黒なんですよ、でこっち半分が白だから、あ、やばい、これはやばいよ、これはちょっと汁のとこと取らないと、あ、固まってる、汁のとこ取って食べます。あのこっちをあの白のここ白じゃないですか、でこっちには半分には白のチョコを入れるから白になって見えないんですよ。だからこっち黒を入れなきゃいけないんですよ。そう、こういうこと。だから今白を取ってます。
そう、ちょっとで、このさっきその白のところに黒を入れると、じゃないとあの白白になって見えないんですよ。めっちゃ美味しいホワイトチョコ。うっかりなんちゃん。そう、ここ黒にしなきゃいけないんですよ。うっかりうっかり。はい、黒入れ終わりました。そうだからこっちもだ。こっち用の白を取らなきゃ。ちょっともったいないんでね、食べる。手よりこっち取った方がいいわ。よし、オッケーで、オッケー、オッケー、よし、これでオッケーで、白、オッケー、これはダメよ。頑張れ。ありがとうございます。頑張ります。いや、もうこれ結構多分もうできる。あ、これリボンだ。かわいい。これかわいい。熱い。コタくん熱い。めっちゃこれ熱いんですよ。じゃあのめっちゃ言っとうに入れてたから、このリボンめっちゃかわいくしたいな。これみちゅにあげようかな。待って、うまっ。え、うまい。めっちゃうまい。見てください。めっちゃリボンうまくできた。うまい。めっちゃうまくできた。プロですね、もう。
もんか。お、いい感じ、いい感じ。めっちゃ器用じゃ、めっちゃ器用かもしれん自分。バレンタインデーキース、バレンタインデーキース、バレンタインデーキース、うん、いい感じ。おお、いい感じ、いい感じ、いい感じいい感じです。非常に非常にいい感じ、いい感じ、いい感じ。いい感じめっちゃいい感じ。よいしょ、はい、できた、ハート、ハートできた、できた、イエイ。あ、全部できました、やった、全部できた、よし、オッケー、全部できた、よし、じゃあもうチョコペンはいいや、はい、で、ここから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 さっき溶かしておいた結構前に、あ、もう固まったかな、あ、まだ固まってないわ、結構前に溶かしておいたチョコを入れます。ここからなんですよね、結構結構難問はここから、過程としては入れるこの、このチョコを、この普通の茶色のチョコを入れる、棒を刺す、でこの両サイドにホワイト生チョコを入れる、で上からまたこれをかぶすっていうやつ。いけるっしょ、よし、じゃあまず、あ、こっち、こっちに入れる、このホワイトチョコの方に入れます。え、どうやって入れればいい、まず半分、半分入れていく、半分、半分入れていきます。ここある、見えない、見えます、半分入れていってます。半分
そう、半分。OK。よし、あと1個。お腹空いてきた。オッケー。で、棒を刺す。刺す。棒刺す。で、ここからなんですよね。棒刺した後に、ホワイトチョコの生チョコ、ホワイト生チョコを両サイドに詰め込む、中に入れる感じにするんで、そこはちょっと結構あれですね、難問。これなんかもう結構固まってきてる。これめっちゃ美味しそう。でこれを箸。難しい。手が込んどる。そうですよ、メンバーにあげるのでね、今年はちょっと本気。こうやって両サイドに詰め込みます。あ、待って、これ結構簡単かも。あ、簡単だこれ。結構簡単です。この中に入れ込む作業。これ結構多めに入れた方が絶対美味しい気がする。お腹すいた。結構簡単じゃん、これ入れる作業。やった、よかった。結構難しいんかと思った。難しいんかと思ったら、そんなことなかったです。オッケー。お、いい感じ。じゃあ中に入れました。それでこれをかぶせる。この普通のチョコをかぶせる。そう、チョコ、はい、いい感じ。めっちゃいい感じ。割とマジでいい感じ。これをかぶせる。いい感じ。いい
しかしたらこのチョコが固まってきてるかもしれない。この茶色のチョコが、チョコに湯煎しよう。湯煎します。よし、やっぱり優先して正解だったわ。ここもサラサラ落ちる。できた。おお、いい感じ。いい感じ。いい感じ。多分。あ、いい感じです。多分。ちょっと冷やしますね。先。次ハート。ハート。ええやん、ええやん。いい感じ。よし、半分まで入れたら、この棒を刺します。いい感じです。あ、よかった。あと1時間あと1時間もある。あと1時間
して次ホワイトチョコを入れます。ホワイト生チョコ、なんかもうホワイト生チョコがなんかもうやばい、なんかすごい状態になってる。さっきはね、この1年間お菓子禁止にしてるからこれあげれないんですよ。だからね、ミニコロッケをあげます。コロッケそう、コロッケあげますね。ミニコロッケ、はい。で、半分、あ、ホワイト生チョコ入れ終わったんでこれ入れます。めっちゃいい、ハートの方が作りやすいかも。すごいハートの方が作りやすいですね。よし、OK。はい、できた。オッケー、これを冷やす。冷やす。最後これですね。そう、これ。
半分まで。ああ間違えた、こっちに入れちゃった、間違えた、こっちじゃなかった、ホワイトの方だった、間違えた、こっち。よし、チョコレートディスコ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 、よし、オッケー。で、中にホワイトチョコを入れる。そう。本当にバレンタインのチョコ作りはもう大変ですね、本当に、うん、結構手間暇かかるので、そう、もらう、今年もらえるよって方はね、もらったら感謝してあげてくださいね。もらえる気がしない。もらえるよ。よし、OK。で、残りの半分のチョコを入れます。チョコ食べたくなってくる。チョコね。チョコ食べたくなってくる。これ終わるかな。今何時ですか。これもう一個、あとホワイトチョコバージョンも作らなきゃいけないんですよ。終わる気がしない。
字。もう一つもできました。キャプテンが楽しみにしていますよ。そうなんですか。キャプテン奈々さん。前髪上げてきました。ちょっと前髪があの長かったんで、はい、すみません。とりあえずこれは置いといてそっちがそうちょっと自由奔放なんでごめんなさい。そうだ、あとホワイトチョコか、どうしよう、ん？どうしよう、ボールあるかな、あ、そっちか。あともう一個あれ作らなきゃいけないんですよ。普通の生チョコとホワイトチョコ作らなきゃいけないんですよ。でもあともう二個ボールがいるんですよ。でもボールうちありますね。あるな、あった。よかった、あった、ありました。よかったよかった。カラフルカラフル。じゃあこっちの大きい方にホワイトチョコ作ります。そう、ホワイトチョコちょっと多めにあるんですよね。もう固まったかな。まだこれは固まってないか。どうしよう。あれなんですよ。どうしよう。考え的にはこの存在忘れてた。クランチを上に乗せるあれだったんですよ。クランチを上に乗せる、クランチを上に乗せる、クランチを上に乗せる、そう、思考だったんですよ。5号力が
語力ないんですけど、そうクランチを上に乗せるあの予定だったんですよね。そうそう。そうなんですよ。そうクランチをね上に乗せるあの思考だったんですけど、ちょっとあのそれを忘れてさ、もう固めちゃって、もう固まってたんですよ。で唯一最後に作ったこれが固まってなかったんですよ。だからもう一回、もうだから今溶かしてます。そうクランチあった方が美味しいんですよね、やっぱり。乗せれた。そうこんな感じになる予定だった。クランチ、まあ、あの固まっちゃったんで今もうあそこで溶かしてます。あと2個、引き続きこのこれ作ります。よかった、気づいて。危な危な、もうほんと You should study English very more。 そう最近英語の先生からこれ言われたんですよ。 You should study English very more って言われた。だから覚えました。うまっ、あれとかうまいわ。こういうとこうまいわ。うん、OK で、これや。本当のチョコも美味しい。バルドうめえだね。美味しい。
先するんだ。優先します。もう痛い。その間に生クリームも温めます。あ、これもうか、もうこれあれだ、あれかな、もうあれかな、もうあの溶けないかな。あ、これもうこの上に、この上にクランチチョコを乗せたいんですけどもね、固まったっぽいんですよね。あ、なんか湯煎のこう、どうしよう、これ溶かしてこの上にクランチ乗せたいんですけど、これ湯煎のこのパワーで溶けないかな。これ溶けそうなの、ワンチャン溶けそう。湯煎パワーで、それはどうだろう、いけるかな。めっちゃなんか水分が出てきた。ダメだ、これはやっぱり自然乾燥するしかない。自然溶かしするしか、あ、ぶ、あのなんだっけ、あれドライヤーじゃなくて、あの最近もう単語忘れてきてるんですよね。なんかストーブだ、ストーブの前に置けば溶けるかも。ちょっとストーブの上に置きます。でこれ溶かしますね。あと 20% で持つかなって感じ。そう、あの充電満タンだったのにやっぱり2時間近くやると減るもんですね。あ、生クリームをあれ、あ、沸騰しよう。こっち。で、溶かします。これめっちゃあれですね、結構あの時間かかるねこれ。だってこれあともう一回溶かして、あの入れます、あのもう一回さっきの手順みたいな。でもまあチョコペンはもう終わってるんで、そうまあ終わるかなって感じ。結構大変。あと33分か。33分。ちょっと巻いていきます。ちょっと急ぎ目で生クリームを見ないといけないから結構これ大変。
そう、今3つのことをちょっと同時に進行してるんですよね。湧いてきた感じてきた。僕まだ他の足踏んでるのだろう。証拠ビルを目指していたの。道に迷ったらしい。アスファルトじゃなく懐かしい土の上を歩きたくなった。チョコは溶かしました。よし、チョコ、あ、もう生クリーム大丈夫かもしれん。あ、まだかな。え、なんかちょっと止まった。生クリームもいいや。多分まあ沸騰直前でしょう。これあのチョコ作り、よし、あともう少しで多分あのかと溶け終わる。あともう少しで溶け終わります。よし、溶かった。あと溶かった。よし、で、生クリーム入れます。あっちの方にあのあれ、あのチョコ、普通のあの黒ブラックチョコの中に、ブラウンチョコの中に生クリームイン。なんか結構入れた方がいい気がする。生チョコなんで。で、混ぜます。よし、オッケー。生チョコできました。生チョコのあのかと、とか固まる前のやつ。よし
でこの このさっきやったチョコのこっち側ですね、こっち側に、作っていきます。今度はクランチチョコを忘れないように。34分、あ、まだ34分、いけるいける、大丈夫。じゃあまずこっちから作ろう。ハートの方から。そっか、まず半分これ入れるのか。半分これ入れよう。半分流し込んでいきます。またさっきと同様に、そう、さっきの過程で流し込んでいきます。よし、で棒を刺す、棒を刺します。そう、こんな感じで半分入れました。そうですそうです。このなんかこのハートのチョコね、うまくあれ棒がね、刺さらないんですよね。合ってないのかな、形に。でこれですね、このー普通のチョコの方を入れます。さっきどんな感じで入れてたっけ。こうそう、半分入れます。半分じゃないわ、 両サイドにある中に生チョコを入れます。あー、棒が取れた。よし、 OK。 そう、このハートのチョコ棒がうまくつかない。
そして、残り半分入れます。そう、あ、こうやってこうやって入れました。よし、結構このハートは結構量がある、いります。やっていきたいと思います。どうだろう、10分あと持つかな、どうだろう。まあいいや、チョコクランチを乗せますそう、半分入れ終わったんで、そう、さっき忘れてたチョコクランチを今回こそは忘れず入れます。あと 10% でも、まあ 10% って結構ね長いからねそう、経験者は語る。そう、 10% ってね結構長いんですよね。おいしそう。そう、 10% って正式に何分なんだろう、あと何分持つんだろう、 10% って。そう、チョコクランチめっちゃ美味しそうですよ。でもなりました。ちょっと近く乗った。よし、オッケー。はい。あ、結構いい感じ。じゃーん。チョコクランチがいい感じに乗りました。チョコクラでもね、低電力モードにしてる。低電力モードでなんかさ、意味わからず、これ冷やします。意味わからず低電力モードにしてたんですけど、そう、意味わからず、いつも20% ですって来たらね、いつも低電力モードにしてたんですけど、そう、低電力モードって何なんだろう。はい、低電力モードにしてました。リボンをかけてシャラララ素敵にキス、シャラララ。お腹すいた。よし、半分まで入れました。半分まで入れました。コタくんね、あ、棒を刺すんだ。
ないからこうするっていう。でもこうしても見えない。あ、タワーありがとうございます。タワー、あー嬉しい、ありがとうございます。ラブタワー、初めてもらった。あ、先輩のことが大好きです。先輩のことが大好きですさん、ありがとうございます。やった。嬉しい、ありがとうございます。またあの儀式はまた次の配信でさせていただきます。ごめんなさい。ありがとうございます。やった。先輩のことが大好きですさん、ありがとうございます。ラブラブ、ありがとうございます。ラブタワーだ。初めてもらった。ここにいる。そう、コタくんね、チョコ食べれないんだよね。でもコタくんは、そう、コタくんにもあげたいんですけど。よし。あ、結構多いな。そう、コタくんはチョコ食べれない。絶対これ中のさ、生チョコが多い方が美味しいですよね、多分。そんな気がする、そんな気がする。結構自分毎年チョコ作る派なんですよ。作る派女子なんですよ。そう結構イベントは乗り、あのイベントに乗る系女子。そう、オッケー、入れ終わった。あー、入れ終わった。はい、中に、入れることができました。トゥル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 、あ、違う、これ3分クッキングじゃない。どうだっけ、3分クッキングの音楽って。あ、トゥルトゥトゥだ。トゥルトゥトゥルトゥ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 ルトゥトゥルトゥトゥ。はい、今日はすごく早くできる、お手軽な凝ったチョコレートを作っています。では先生をお呼びしましょう。新谷先生、はーい。トゥルトゥトゥトゥルトゥトゥトゥルトゥ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 ルトゥルトゥ。今日は、今日は気になっているあの子をズキュンとするぞ、チョコを作っていきたいと思います。それはどんなチョコなんですか。ですね、棒に刺さった曲です。では早速作っていきます。トゥトゥルトゥトゥトゥルトゥトゥトゥルトゥ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 ルトゥルトゥトゥルトゥトゥトゥルトゥ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 ルトゥトゥ。今何分？あ、見えないな。今何分なんだろう。教えてください。今何分ですか？いやいや、時間によっちゃ間に合わないんですよね。40。あと10分。やば。あと10分じゃ、どうしよう。よし、じゃあもうこれで終わりにします。これ入れ終わってクランチ乗せて終わりにします。そう、入れ終わってクランチ乗せて終わり。そう、あともう一個あるんですけど、あれは終わったらまた作りたいと思います。
とりあえずあのこれこのこの型このこれを一旦あの終わりにします。そうあと10分なんで。であの最後にあの1個食べたいと思います。今あの固まらしてるやつ。1個食べる。だってそう美味しそう。一度乗せれました。よし、オッケー、じゃーん、完成。よかった。あと1個はまたあの画面外で、画面外というか終わったら作りますね。じゃあちょっと楽しみ。はい、これそう固まったチョコあと1個食べて終わります。そういやーそうさそうこんな感じでした。こんな感じでした。イエーイ、あ終わり。そうまたね作ります。終わったらめっちゃ楽しみ。美味しいかな。いただきます。じゃあこれこっちですね。これ取れるかな。あー取れた。おー取れた。めっちゃいい感じ。あなんかめっちゃいい感じにできた。じゃーんじゃーん、いただきます。うんうんふんうますぎうますぎうますぎ、美味しいです。あのですね、中に入ってるんですよ、生チョコが、あのホワイト生チョコが入ってるので。そうです、入ってます。うん、やっぱり入れた方が美味しいですね。美味しい。これはちょっとメルティーキス超えましたね。これはメルティーキス超え。うん、美味しかったです。成功です。なんかめっちゃゆるいな今回の料理配信。ゆるかったけどめっちゃ美味しいです。見た目も可愛いし、でも簡単にできる。そう結構簡単にできるので皆さんもぜひ作ってみてください。
そう、あの ノープランチョコでした。そう、やるときはやるんやな。そうですよ。あ、やばい、55分だ。15分じゃ。あ、フルーツミックスジュース美味しい。フルーツミックスジュース美味しいです。あ、重い。よいしょ。よしそう、ちょっとそうですね、ちょっと2回ぐらいちょっと前髪を巻きに行ったんですけど、そうそう、なんかよし、オッケーはい、ありがとうございました。めっちゃ美味しくできました。あ、もうこの巻きも取れてる。そう、めっちゃ美味しくできました。ジョンさん、タコ。雪だるま、トモさん、タコ。しんくんさん、あ、レイタさん、クマ。しんくんさん、雪だるま。レイタさん、ラブ。ひろくんさん、いいね。イカ天大王さん、雪だるま。玉ねぎさん、タコ。けいちゃんさん、だるま。ジョンさん、ジョンさん、ラブ。うーたさん、尊い。マイプララさん、ラブ。しゅうさん、ラブ。しゅうさん、雪だるま。ラブ。先輩のことが大好きですさん。タワー、タワー。ケンチャーさん、ギリチョコ。イクさん、本チョコ音符。ニックンさん、本チョコ。ウータさん、かわいい。ニックンさん、本チョコ。シュウさん、アイス。イクさん、音符ハート。シュウさん、タコ。シュウさん、ラブ。イクさん、音符。イクさん、ハート。本チョコ。シュウさん、いいね。モフさん、馬。シュウさん、ラブ。モフさん、馬。カメキチさん、本チョコ。シュウさん、本チョコ。カメキチさん、本チョコ。あ、今日はチョコがいっぱい。ありがとうございます。ザキさん、本チョコ。ザキさん、ハート。ヤキダイヤスダイス、雪だるま。イクさん、ハート。音符。イクさん、本チョコ。ニックさん、本チョコ。イクさん、かわいい。あ、これもできたらしい。じゃーん本チョコ。ユウスケさん、タコ。イクさん、本チョコ。以上です。見て、もうできたちょっとじゃあ、ちょっとスクショしてくださいありがとうございました。13位が石ころ人間さん、ありがとうございます。12位がマスターさん、ありがとうございます。11位がふるさとのゆさん、ありがとうございます。10位が褒めとれさん、ありがとうございます。9位がにっくんさん、ありがとうございます。8位がしんくんさん、ありがとうございます。7位がニコライさん、ありがとうございます。6位がライリーさん、ありがとうございます。5位がリオさん、ありがとうございます。4位がかわやんさん、ありがとうございます。3位がしゅうさん、ありがとうございます。2位がレイタさん、ありがとうございます。そして1位が先輩のことが大好きですさん、ありがとうございます。ありがとうございました。パチパチパチ、ありがとうございました。そう、こんな感じになるんですよ。そうそう、こんな感じで顔みたいになる。そう、今日はちょっと結構マイペースな、新体なのかバレンタインチョコ作り配信でした。これは、バレンタインにメンバーみんなにあげたいと思います。まだフォローしてないよって方は、よければフォローお願いします。そう、そしてですね、今55枚目シングルの握手会も発売中なので、8月11日がおすすめ日なので、浴衣配信、浴衣ですね、ぜひ来てください。じゃあねありがとうございました、見てくださって。あと1分。あ、まだいっぱいある。そう、ありがとうございました。そう、メンバーにね、一人一人ね、ちょっとこの愛がこもったチョコを渡します。あ、そうだ、あ、そして明後日は風を待つ発売ですね。イエーイ。じゃあね、バイバーイ
バイバーイ、ありがとうございました。ぜひ握手会も会いに来てください。今ね55枚目シングル発売中なので。バイバーイバイバーイバイチャラポーイ。視聴者プレゼントお願いします。そう今日可愛くできたくないですか。結構可愛くできた。